金山駅前日新観光ビル、名古屋駅前日新観光ビル株式、会社日清観光は、愛知県名古屋市中川区に本社を置く企業、パチンコ、スロット、サウナ、カプセルホテルの店舗を運営。なお、創業時に日清観光グループという名称であったが、1990年代にイメージアップを図って3グループに変更するも、 再び日清観光に名称を戻した経緯がある。また、かつて日清観光グループと称していた静岡県のパチンコチェーンコンコルドグループを運営する新日報とは無関係である。また、かつては喫茶レストラン、ブルボン、ラーメン店、ラーメンハウスランラン、洋食店、南欧の味キッチンアントニオ、スタンドバー、ナポレオン、マージャン店、香港、カラオケ店、 巨大迷路、ウーズ、ローラーブレードリンクなども運営していた。現在は自社ホームページを中心としてインターネット上での宣伝活動に特化しているが、1990年代までは中京行為危険の民放各局で主に平日深夜や土曜、日曜の昼を中心に頻繁に同社の CM が放映されていた。 特に1980年代半ばの頃までは、大人のための癒しの空間というイメージ戦略を徹底する意味合いから、外国人モデルを起用した CM スポットを多数制作し、在名の視聴者に強烈な印象を与えた。ありがとうございます。